メリーデコのヘクセアハウスキットをお買い上げいただきありがとうございます。この動画を参考にしていただき、あなただけのオリジナルヘクセアハウスを作ってみてください。まずはキットの内容の説明をします。クッキーパーツの説明をします。まず土台が1枚、横壁が2枚、前壁、後ろ壁、屋根が2枚、あと小さなパーツがこちらに4つ、こちらは煙突のパーツになります。4つ小さなパーツが入ってます。あとは周りに飾っていただくスタンディングのもみの木のパーツが合わせて2個ずつ入っています。こちらがクッキーのパーツ全てです。キットに入っているクッキー以外のものは、白のアイシングパウダーが2袋、緑のアイシングパウダーが1袋、絞り袋は合計7枚、絞り口金が3個入っています。お家で用意していただくものが、少し大きめのボール、直径25センチぐらいのボールが2つと、あとはゴムベラが2本、ハサミと約 120cc のお水をご用意ください。まずはアイシングを作っていきましょう。まずボウルに白のアイシングパウダーを2袋開け、お水を 60cc 程度入れます。次に静かにゴムベラで、よく練っていきます。少し粉っぽさがなくなったら、次に 20cc を加えます。そしてまたゆっくりとしっかりと練っていってください。だいたいこの練る時間は今から約1分ぐらいかけて、ゆっくりと水とアイシングを合わせていって滑らかになるように練りましょう。こちらが1分しっかり練ったアイシングで、これが完成の状態になります。だいたい持ち上げてゆっくりと落ちる感じ、これぐらいの硬さを目指しましょう。アイシングは空気に触れていると固まってしまいますので、練り上がったら必ずラップをかけて置いておきましょう。では緑のアイシングを作っていきます。緑も先ほどの白いアイシングパウダーと同様にボウルにあけて、まずはお水を 20cc、先ほどと同じようにゴムベラで静かに合わせていきます。で追加で 10cc ほど入れて、よく先ほどの白のアイシングパウダーと同様によく練ってください。約1分ぐらいしっかり練りましょう。出来上がりの硬さは先ほどと同じで、持ち上げて静かに落ちる、このような形を目指しましょう。口金3つはハサミでカットして、それぞれ1つずつに分けておきましょう。この透明の絞り袋の先をカットして、この絞り口金をセットします。で用意しておきましょう。白いアイシングをセットしていきます。先ほど用意していただいた口金のついた、3枚の袋とエンボス加工した1枚の袋、こちらに4等分していきたいと思います。
ようにポケットを作ると入れやすいです。口金のこちらを絞っていただいてもいいですし、クリップがある場合はクリップで留めていただくと使いやすいです。エンボス加工したアイシングの袋は先を3ミリぐらいハサミでカットします。アイシングの口金の先は濡れ布巾で覆っておきましょう。緑のアイシングを袋にセットしていきます。こちらはエンボス加工された絞り袋に先ほどと同じ要領で詰めていきます。少し容量が多いので全て詰めていくと持ちにくくなるので、握りやすいこれぐらいの分量で押さえていただいてもいいかと思います。先ほどと同じようにエンボス加工した絞り袋の先を3ミリほどカットします。星型の口金の絞り方はこんな感じです。平たい口金の絞り方です。丸い口金の絞り方です。少し持ち上げて絞っていただくと絞りやすいです。最後に細く先を切った絞り袋はこんな感じで細い線が描けます。
では全てのアイシングが十分に乾いてから組み立てていきます。まず接地面にアイシングをたっぷりとつけていきます。手で押さえてくださいね。次に壁を用意して、壁の前壁と横壁の接地面、また床の接地面と合わせて、少し押さえておきます。では反対側の土台の接地面と壁にもしっかりとアイシングをして、反対側の壁をつけます。少しの間押さえてください。後ろ面の壁を地面にたっぷりとアイシングをつけます。この状態で少し乾くまで置いておきましょう。次に煙突のパーツを組み立てていきます。こちらにもたっぷりとアイシングをつけて、接着されて乾くまでこのまま少し置きます。では次に屋根をつけていきます。アイシングは先ほどよりよりたっぷりに、はみ出してもいいのでしっかりたっぷりつけておいてください。反対側にも同じようにたっぷりのアイシングを絞っていきます。少ししっかり押さえておきましょう。では最後のパーツの煙突をつけていきます。こちらも屋根に設置する部分にしっかりとアイシングを絞ってください。でも屋根の角度があるので滑り落ちるので、少しの間持ってアイシングが固まるまで待ってください。周りを飾り絞りして仕上げていきます。
完成です。いかがでしたか？これはあくまでもチュートリアルなので、皆さんオリジナルのヘクセンハウスを作ってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。